かに、これは珍しい代物だわ。向こうではお目にかかれない。しかも、他に競争相手がいない。つまり、取り放題ってわけね。なんだか楽しくなってきたわ。ん？じゃあ敵が来ないか見張ってて。キリトの実力なら大抵の敵は一人で大丈夫でしょ。その返事は。うむ、よろしい。ストレージも埋まってきたかな。まあ割といっぱい。石取ってるところだと、ほら、競争とかあるからさ。つい取れるだけ取っちゃおうって気持ちになっちゃうんだよね。それに、ここの鉱脈、いくら取ってもストップがかからないんだもん。システムの不備なのか、それともただ運がいいのか。まあ、どっちでもいいんだけどね。うん、もう満足したし、帰りにうちの店に寄って行って。どんなアイテムが作れるか調べてみるから。
いらっしゃいませ、ようこそリズベットブグ店へ。まあそこに座っててよ。とにかく鉱石のことを調べてみるよ。疲れてるけど寝ようとしても気になって寝られないから。面白い素材ね。うん、要求されるレベルは高いけど、私なら大丈夫だった。でもちょっと問題もあるのよね。一つはこれ単体ではアイテムが作れないこと。もう一つはうちに置いてある素材はどれも組み合わせられないってこと。ソフィアでは一番だと思う。多分ホローエリアの素材が必要なのかな。まあもしかしたら使い道があるかもしれないし、取っておくけどね。
この前、キリトと見かけた、PK をしていた連中だよね。おい、行くぞ。片付けてきましたぜ、ヘッド。おせえじゃねえか。何手間取ってやがったんだ。いや、案外手強かったんすよ。言い訳はいいんだよ。次はしっかりやれよ。それで、ネクストターゲットは？ああ？ふーん。なんかあったんすか、ヘッド。いや、なんでもねえ。少し場所を変えるぞ。ここは人が来るかもしれん。ウィス。行ったみたいだね。キリトは、あいつらのこと知っているの？キリト、すごく怖い顔してる。奴らがここに。キリトが。
キリト？教えてくれて。寂しいよね、こういう時って。うん、待ってる。キリトは向こうの人なのか。よくわかってるじゃねえか。危ねえ。そんなもん突きつけるなよ。怖くて膝がぶるっちまうじゃねえ。どうやってここに？どうだっていいだろう。世の中不思議なことだらけだしな。お前はキリトが言ってたラフィンコフィンとかいう、俺らも有名になったな。こっちの世界でも知られているとは。私を殺しに来たの？そう簡単にやられると思って。おいおいおい、まあ落ち着けよ。別におめえ殺しに来たわけじゃねえ。
じゃあ何のよ。そんな怖い顔するなよ。同じオレンジ同士だろ。だったら何だって言うの。オレンジ、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 肩身の狭いオレンジ同士。仲良くやろうぜ。よく言う。知ってるぜ。俺はお前が何をしたか。それはどういう意味？言えないよな、言えないよな、あのピーター野郎には。ピーターってキリトのこと。キリトに何かしたら。ああ怖い怖い、別に何もしねえや。今は。まあ今日は帰るわ。でも俺たち話が合うと思うぞ、オレンジ同士。あんなヒーロー気取りの野郎よりはな。用がないなら消えろ。オーケー、分かった分かった。おめえ、あいつと一緒にいたら死ぬぜ。怖い怖い。じゃ帰るぜ。また来るからよ。キリトといると私が死ぬ。よろしくね、キリト。